PC2 番炎の投球時どっちだんぺい7枠目です。はい、黒金さんいらっしゃい。さあバックアップ、和骨です。ロード、ロードしました。ゲームを再開します。サンデービッグビー、ドンパチ先生さん、クラスおじさん、吉兵衛さんいらっしゃい。さあ試合かな。和骨です。はい、アランプロソさんいらっしゃい。どっちの一度話したことのある人もでもこまめに話しかけるんだ。もしかしたら違うことを話してくれるかもしれないと。七個目さんいらっしゃい。どうだい、ダンペイ君。5つの神器は見つかったかい。あれ、試合ないの。試合をしに来たものかね。赤戸大門さんいらっしゃい。君たちと対戦するチームはブラックアーマーズだ。いいかね。はい。10個目されちゃい。さあメンバーチェンジ、メンバーを選ぼう。7人選んで、お、ハヤミ君が50、キウラが50、尾崎50、ユイチ42、ユージ、必殺シュートがハヤミ、ヒウラ、ストム、チンネン。ダンペイまだ覚えてないんだ、まあ、ダンペイ、ストム、あら、チンネン必殺シュート覚えてるけど、ね、ガイア用でいいと思うんだよね。じゃあガイアがあれだね。40ユージいらないな。じゃあ森さんが一番最でしょ。黒金さん、赤戸大門さんがありがとうございます。ユージアウト。ちょっと待って、新年が必殺シュート持ってるからね、これがいいね。はい、クニオはどこですか。よし、並び替え。クニオいない、クニオは、ダンペ必殺シュート持ってなかったらもうガイアしかいない。お前ガイアだ。信念持ってるけど、1ポイント少ないからガイアだね。ガイア。ストムも持ってるけど、1ポイント少ないからガイア。ね、ヒットポイントが多い。ユイチ、小崎、キウラ、ハヤミでね、行こう。これだ。ゲームスタート。これよりスーパードッジの試合を始めます。16個目最初、ゴーファイ !3 年ビッグにドンパチ先生さん、ありがとうございます。17個目さんいらっしゃい。赤戸大門さん、ありがとうございます。おっと、またブラックアーマーズか。嵐くんショット。なんだこいつは。キャッチしてやる。尾崎くんキャッチ、オッケー。和骨です。尾崎くん膝シュート持ってたっけ。バーストさんでしょ。ジャンプ尾崎のありがたいレッスン集は、ありがとうございます。はい、持ってたね。誰が弱点。うさみか。あ、間違えた。あ、連射してた。しまった。連射、ぽわぽわ。弱シュートだった。しまった。うわ、これか。スイッチショット、むぅ、分身した。危ねえ。危ない。連射パッドの罠、笑。よしよし。ちょっともひたしいと思ってたよね。うさみ来い。あー、しまった。ちょっともシュート。あー、よかった。断片も出ないから、ちょっとチンネンにパス、チンネンパス、チンネンいけくらえー、へけー。よし、うさみくん、ノーマルショット。うさみくん、お前の球なんか。大滝、日浦持ってたんだよ。うさみ覚悟。あー、しまった。さっきよりゲージが長いから、くそ、避けられたか。うさ、あー、うさ、なかなか必殺シュートか。尾崎くんに日浦くんがいいね。あー、また失敗。なかなか必殺にか。くそ、避けやがって。よいしょ、沈念シュート、くらえ。いやー、避けられた。くそー、うさみ覚悟、くらえ。オッケー。
もう宇佐美勇気ちょっともうこの年からハゲてるよ。もう切ってんのかね。あーしかし15のダメージ。尾崎くんちょっとあれだね、防御力が意外と少ない。宇佐美覚悟トドラだ。宇佐美森さんが一番さんがありです。オッケー、吹っ飛んだ。よしよし、こんなキャッチできない。神の話にドキドキ、忘れてる。はい、恐怖のダンサーでしょ。誰が弱点、ゆうきくんが、ゆうきくん一声ないね。ゆうきくん行こうか。ゆうき覚悟。ちんねんくんは、はけてんのかね。色をつけてんかね。おっと、僕のシュートあんまりダメージ受けない。これかん。くらえ。ゆうくんヒットポイントも神もないんですね。あぶね。ふう。よし、キャッチ。ナイスキャッチ。オッケー、ナイス、ひうらくん。ひうらくん、新メンバー大活躍じゃん。よっしゃ。俺の必殺見てみろ。おらー。オッケー。ゆうきくん吹っ飛んだ。お、一撃で死んだよ。すごいね、日浦くんのスーパーショット。一撃じゃない。高山ひとまになるね。尾形くんが。尾形くん、なんだあの髪は。なんか、徐々に出てきそうな髪型して。食らうよー、食らえー、沈殿シューズ。よっしゃ、14。オッケー、ナイスキャッチ。オッケー、ゆういちくん、ナイスキャッチ。木浦くん頼んだ。相手多かっただ。おっしゃ、くらえスーパー。オッケー、しかし大ダメージ。もらったー。あ、これ右だ。これノーマルショット。これなんかパラメータがあったはず。そういう大型覚悟。よいしょ、もう日浦くん慣れたぜ。スーパーショット吹っ飛んだ。オッケー、なんか強そうなのが、なんかサイヤ人みたいな。みんなよく見たらサイヤ人みたいな顔してるね。なんか、あ、ジェロニモがいる、ジェロニモが。こうなったらもう、服部くんしかいないのに、ラウンドはね。服部だな。あ、しまった。さっきまで日浦くんに慣れてたから、ちょっと。日浦。本当にでも、服部くん、ボケるか、うまい。野人みたいなのがいますね。いますね。スーパーショット。逃げろ、逃げる。おう、嵐、貴様をぶっ飛ばしてやるぜ。スピントルネードショット。危ない。うらら、ジェロニモの必殺技が思い出せる。危ない。お、アパッチのだけ見えなかったっけ。危ない。うらら、シールされちゃい。あ、ノーマルショット、ノーマルショット、なめんな。オッケー、ナイスハイブくん。よし、ヒロくん、任せた。服部覚悟、くらえ。もうヒュラくん完璧だ。ヒュラくんのマスターしたぜ。俺はスーパーショット。よっしゃ、大ダメージ。あ、まだ忍者服部くん。トルネードショットのイケメン誰だっけ。僕は誰かな。オッケー、37個目されて、あれ名前は弱い。オッケー、ナイスハイブくん。さっきのフワくん、高山くん、あ、高山くんかな、高山くんだね。はい、嵐はあれだ、嵐くんだ。服部覚悟。よいしょ、服部くんなんか黒鬼の顔してますね。スーパーシャーツ。オッケー、服部くん吹っ飛んだ。オッケー、よし、あと残り3人。もう勝ったな。
あとはフワ君か。なんか名前の割に可愛い名前なんだね。顔の割に名前可愛いんだね、フワ君って。顔は怖そうだけど、なんかジェロニモみたいな顔してるけど。スイッチショットはサイヤ人みたいだ。高山くん。危ない。私は水曜のポーズとかが必殺技かな。もらったー。ナイス、ヒヨラくん。オッケー。おっと、ここでゲームセット。おめでとう、玉川翔は勝ちました。ダンペイくんはスタミナが2ポイント上がりました。玉川翔のメンバーは全員1ポイントずつ上がりました。やったぜ。パチパチを。ありがとうございます。どうだい、ダンペイ君。5つの神器浴びてかったかい。ヒューラ君が強かったね。ヒューラ君 MVP。 スーパーショットはパラメーターを最大にしたときに出ると、ボタンを押すタイミングをうまく測れよ。ありがとうございます。おい、ちゃんと勉強もやってるか。ダンペイ君よく来たね。わしは君のお父さんとどっちをやっていたんだが、そのお父さんから君が一人前になったらこれを渡すように頼まれていたんだ。君はもうだいぶ強くなったようだから、これをあげることにしよう。あ、ありがとうございます。5つの神器の1つ、肩パッドを手に入れた。やった、肩パッドが神器だったんだね。肩パッド来た。チームがスーパーショットを使えるようになった。君のお父さんは日本一になった男だ。君も日本一を目指せ。やったぞ、ね、それトゲトゲついてますよね。つまんの、行くところがないんじゃよ。見逃してくれんかの。ダメでしょ、勝手に人の家で入ったら。ねえ、どっちばっかやってないで私と一緒に遊ぼうよ。いいことして。ダンペ君って本当に強いのね。素敵。ふっ。じゃあ、約束通りいいものあげるわ。ドッジボールの試合ならスーパードッジ連盟支部に行くとできるぞ。もう少し右下の方だよ。分かってまーす。ダンペイ君、僕も君の力になるよ。君の仲間たちとここで練習試合をするといい。君以外のメンバーも少しだけレベルが上がるはずだ。いや、まだ今のところ負けてないから、またいつでも来るといい。農協牛にされちゃい。キスでね、興奮しちゃうからね。ワンワンワン。5つの神器っていうアイテムを見つけると、みんな順番にスーパーショットを投げられるようになるんでしょ。ダンペイ君も何かすごい必殺技を覚えなきゃね。うわ、びっくりした。なんで子供か。ヘチキシッシッ。不老者が2人も。ダンペイ君は今回外野で応援してただけだったから。なんだ、ダンペイか。試合の助っ人がいるなら行ってやるよ。一度話したことのある人でもこまめに話しかけるんだ。もしかしたら違うことを話してくれるかもしれないぞ。スーパーショットが投げられるようになったメンバーはメンバーチェンジが面の名前の横に印がつくんじゃ。誰がスーパーショットを投げられるのかよく確認するんじゃぞ。はい。いやいや、もうちゃんと勉強してるか。ねえねえ、思い出したわよ。練習試合させてくれるチームってセントアローズなのよ。え、なんだ、もう知ってたの。ダンペ、父ちゃんのように日本一を目指すんだ。ダンペ、貴様のことが気になったんで見に来たんだが、家がスイミングスクールやってたとは驚いたぜ。しかも貴様の母さんは綺麗なんだな。この人仲間にならないかな。だ、今度の相手は手強いぞ。俺も手助けしてやろう。お、ミカサ君が、よし、頑張ろう。お、ミカサ君がいた。てれてってれー。このワンコは、うわうわうわ、こら、どこの子じゃん。勝手に人の家に入るじゃない。尾崎キャプテンが選んだメンバー以外にも何人か試合に参加してくれる人がいるらしいわよ。よし、これで一周したよね。元の男母さん狙ってね。あら、名前ここに、これだっけ。あ、これ変わったかもな。ここじゃなかった、ここだった。試合をしに来たことがね、君たちと対戦するチームはサンドストームズだ。いいかね。ラックスさんのデス役のアテレコ白人の演技だね。メンバーチェンジ。まあ必殺シュートを得てる。チンネン、ツヨシ、ストム、ヒウラ、早見覚えてるんだね。ちょっと待った、名前書いとかないと忘れるな。これメモっとこう。
木浦くんと早見くんとミカサが覚えてる？で、つとむとつよしとちんねんね。はい。うん。で、尾崎。尾崎くんは覚えてないな。ヒットポイントは高いけど。はい。ステータスここでわかりますね。ショットと、パスなんですかね、あれはね。年季が入っていますからね、はい、シューズと肩パッド見つけました。いつの神器並び替え。チンネンはお前ガイアしかいないよ。ガイア、主人公覚えてないんですね。主人公まだ一番最後に覚えるのかね。やっとしてね、もったいつけるね。スノー君もここね。テヨシ君はもうガイア。尾崎君は盾役だね。早見君、日浦君後ろでいいやね。早見君も、はい、味方君はよし、オッケー、よしくて。これよりスーパードッチの試合を始めます。 Go Fight! お、玉がしょ、やったぜ。お、ヒーロー君左だ。ちょっと待って、尾崎君覚えてない。早見君のちょっと必殺シュート見てみようね。誰かな。お、大垣君でスタミナないじゃない。大垣君がないじゃない。なのにサッカーの必殺技もすでに覚えてたのに。ん？あ、始まった。くっそ、せっかく先制できたのに。あ、ノーマルショット。これやっとろう。わらわら。オッケー。いわいわいわい。よし。あ、しまった。早見君のショット。あ、ミトリギア邪魔した。うわぁ、シュート力81もあるじゃん。行くぞ、ツインバズーカショットだ。おう、でやー、なんだこれ、ありなのかよ。二人でやったぞ。なーん、うーんと、う、あ、しまった、当たってしまった。うわぁ、半分減らされた。ちょっと大垣君はこう邪魔だな、これ。ツインシュート、ツインシュートだ。よしか、あ、弱い、弱シュート。これ取る。オッケー。壁役の尾崎君が取ったよ。味方君も覚えてたよね。大きい狙えるな、ここな。いやー、ノーマルショットになった。お、大垣君がくれい、逃げろ逃げろ。よいしょ、もらった。ナイスパスキャッチ、ナイスヒーロー君。よし、早見君の大垣狙い。大垣また隠されたね。ミツルギに取られちゃうな。いいわけだろ。なあ、また失敗する。やっぱ日浦君が一番怪しいのか。お、弱シュート、弱シュート。オッケー。やっぱ日浦がエースなんですね。これ誰だっけ。よし、味方君ナイスキャッチ。日浦君頼んだ。いいわけでよか。大垣はちょっと邪魔が入るのね。おわ、やっぱ日浦君だ。日浦君、俺しかいねえ。くらえ。オッケー。もう岩城君はほぼ死んだな、これ。あ、来た、水流軍が。つ、行くぞ、ツインパズカショットだ。おう、でやー、くらえ。やべえ、尾崎君大ダメージ。うわー、尾崎君ちょっとやばいで、これ。日浦君頼んだ。日浦君死ね、死ねー。スーパーショット、よっしゃー、日浦君吹っ飛んだー。ふぅ、オッケー。あ、なんか髪型がすごい出てきた。太郎丸。大垣くんはちょっと、あれか、ちょっとまだ、こっち狙おう。あ、しまった、やばい、あぶね、パスしてしまった。よいしょ、
なくそ、大垣くんがむしろ守られてるよ。太郎丸くんにするかに。あー違う、あーしまった狙ってる間にタイムまで。やばいやばいやばい、くらえ、ツインバズーカ3発目だ。今度こそ当てる。危ない、危ない、オッケー、死ね早に、危ない、死んでたまるか。お、よいよい、佐京さん弱ショット、これ取る。危ね、でも早見くんもちょっとやばいな。早見くん15しかない。よし、15しかないぜ。ミツルギ邪魔だな、大垣狙うのにミツルギが邪魔するぜ。タロー丸狙おうか。あ、しまった、日浦くんのショットが。やばい、早見、尾崎や、尾崎先輩、取れ。あ、そうだ、尾崎くんももう一文字とかに17しかないな。よし、大垣いけるかな、真ん中だけど。多分この真ん中に黒部くんがいるのがちょっと気になるけど。くらえ、やっぱ大垣くんが、いや大垣くん、あ、大垣くんでいいんだ、大垣くん狙う。これ誰、これ誰だ、これな、取れる、日浦くんだ、オッケー、オッケー、大垣くん死ね、くらえ、俺の怒りを全てぶつける、オッケー、大垣くん吹っ飛んだ。また髪型がすごいのが出てきた。お、佐京くん、佐京先輩があれだね、くらえ、オッケー、ナイスパスカーチ、あー、ちった、いが、あー、ちった、尾崎君、大丈夫か、大丈夫、セーフ、残った、ここありがいたね。たまに俺もシュートを出してくれ、わかった、くらえ、俺のスーパーミカサショット。オッケー、佐京くん大ダメージ、弱い、これ 誰が取るんだ、これミカサくんか、名前出てほしいね、これ誰がキャッチするのか誰が狙われたのか。よいしょ、佐京とどめだ、くらえ、ミカサスーパーショット、佐京くん吹っ飛んだ、オッケー、よし、次は、おっと、お、あ、しまった、外野で、外野、あっちパスしたかったね、まあ、いいや、オッケー、よいしょ、太郎丸、次郎丸、兄弟かな、太郎丸覚悟、心霊術師か、お前は、くらえー、よし、あ、もう時間がない、勝ったな、弱い、よし、終わった、幻佐京さんがレイです、幻佐京、おめでとう、玉川賞は勝ちました、丹平君はスタミナが2ポイント上がりました、玉川賞のメンバーは全員1ポイントずつ上がりました、ダンペ君今日も何もしてない今日この試合も何もしなかった、パチパチパチ、どうだいダンペ君、5つの神器は見つかったかい、ありがとうございます、スーパーショットはこれ君だね、ダンペ君何もしてないのにスタミナが、君のお父さんは日本一になった男だ、まあ、これだね、ありがとうございます、すまんの、行くところはこれも同じだね、ダンベ君って本当に強いのね、素敵じゃあ約束通り、ちょ、開けてほしいな、ゴツの君に、ドッジボールの試合だ、これも同じだね、壊れ特訓コーナー、おい、ちゃんと勉強も、なんだダンベ君、ワコツ
タカさんいらっしゃい。このゲームの男性くん試合あれなんだか、タマコの様子が変だぞ。あ、その膝パッドは5つの神器の1つ、膝パッドを手に入れた。やったで、ダンペイが必殺技を覚えた。あ、ようやくダンペイくん覚えました。ようやくダンペイ覚えた。チームがスーパーショットを使えるようになった。ようやく俺の、あ、なんかやったぜ。ここに穴があったんだね。わ、タマコのやつこんなところにガラクタをたくさん集めていたのか。5つの神器の1つが、なんかちょっとワンコの漆黒臭いぞ。おい坊主、いいものを見つけたぞ。お、なんか見つけた。いいか、ほれ、うわネズミの死骸だよなんだよ、5つの神器の1つくれるんじゃないのかよ5つの死骸ならあるぞなんだよ、あの野郎、ただの嫌がらせ。嫌がらせじゃないか。タカさんからです。ほんとラックス SG みたいですね。いや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 、ラックスグループは違います。あの女の子ねえ、どっちばっかりやってないでか。肩パッドとか膝当てとか腰のコルセットとか出てきそうですね。いろ、まだあと何があるのかな。あと何かな。この陸王君で仲間もあんのかね。まだまだお母ちゃんのこと言ってる。家がスイミングスクールやってたんだな。友達のお母さんに、お母さんと結婚してて、 お前はあれか大丈夫、ペダチーニかワンワン、このノラコームなんか。よし、ファイナルファンタジーだと勇者の章はネズミの尻尾だったような。もう一社やっていくかね。陸王こんなキャラだったっけか。でもう一社ちょっと入らないかもしれないから延長してもう一社行ってこうか。試合をしに来たのかね。君たちと対戦するチームはファイヤーボーイズだ。いいかね。はい、メンバーチェンジ。ダンペイ覚えた。やったで、はい、漫画の陸王超イケメンだった記憶。あら、ちょっと待って、ガイアはダンペイ、チンネン、ツヨシかな。あ、チンネンでもヒットポイント少ないから、シュート力、あ、ちょっと待って、シュート力はちょっと待って、シュート力はチンネンが37で39、チンネンが一番少ないんだね。チンネンじゃアウトだな。もうチンネン終わりチンネンショット持ってるけど、ヒットポイント少ない、あのシュート力少ないと合わせにくいのもんね、ゲージがね。なるべくこれだな。よし、これでいこう。はい、並び替え。ダンペイがここね、ストームが、あ、ダンペイちょっと真ん中行こうか。つよしくん、見たことある名前がどんどん広告。つよしくんはね、ゆういちくんはみんな膝取りで持てるね、これでね。今はどっち、ダンペイの娘のお話連載してますぞ。今ちょうどよかったね、タイムリー。よし、これでOKね。ガリンピー最初、篠掛誠志郎さんがりです。これよりスーパードッチのゴーファイト、俺が取る。いや、オッケー、玉川賞ゲッツ。もう全員スーパーショット打てるから遠慮なく狙えるね。あ、一目高いな、高柳渋い。くらえ高柳、俺のスーパーショット見てください。高柳くん、なんか上半身が、上半身が、オッケー、いきなりパスしてくれた、ラッキー。日浦くん、ナイスカット。高枝くん、これはあれだったね。よっしゃ、日浦くんのスーパーシャーッ。オーケー、もう高柳くん瀕死だ。あとこれスーパーショット、なめるなよ高柳スーパー。ラックスさんの影響で RPG やって何か獲得したらゲッツって言っちゃうようになりました。ゲッツって言っちゃうあ、待って待って、よかった。なんというパス回しだ。あ、弱い弱い。キル君でもショット85もあるよ。オッケー、よし、高柳君死のうか。あれ、高柳君どこ行った。あ、いたいた。くらえ、僕の必殺シュート、
スーパーメガネショーツ。あ、よく読められた。しょうがない。くらえ。ストームショーツ。オッケー、高柳くん吹っ飛んだ。オッケー。今度は、お、北条くんかな。くらえ、北条、俺の祈りをくらえ。あれ、7しかくらない。ナイスキャッチ。味方くん、あっちだ。こっちだ。いや、あっちか。今度こそこっちだ。あっちかよ。よっしゃ、今度こそこっち、あっち。うわあ、これ強力だ。これ絶対かわさないと。千住ショット、千住千住千住観音。なんだこれ、三人に分身したぞ。あぶねえ、避けろ、あぶない。ふう、まだいる。あぶねえ、みんなばらけるんだ、ばらけるんだ。よし、キャッチ。オーケー、ヒーロー君ナイスカット。くらえ、スーパーヒーラー。オーケー、大ダメージ。うわ、また桐生のやつ、シュート力81なんだよ。先住ショット、くらえ、どこから投げてくるか分かるまい。ディア、やめろ、やめてくれ。おい、あぶねえ。なんでパス回し、またまたキリキン。うわ、あ、でもちょっとシュート力落ちてる。くらえ、千住千住、どこから来るか分かるまい。千住千住、あぶない、あぶない、あぶない。よっしゃ、取った。あ、逃げた。もらったー、ナイスキャッチ、日浦くん。日浦くん大活躍だね。あ、しまった。しかしもう北条くん死んでるだろ。あー、でも死ななかった。よっしゃ、カット、これはカットだ。ナイス日浦くん、また日浦くんカットした。日浦くん大活躍。あー、しまった。俺必殺シュート覚えてた。俺にパスしてくれ。オッケー、本庄君。ガイア同士でパスできないのかね。ガイア同士でちょっと、ガイアにちょっと、はい、ダンベル、よし、俺に任せろ。俺の必殺シュート、庄司に。あー、しまった。なんだよ、ダンベル。ヒューラクとゲージがまた違うんだもの。あらら。よし、よしよしよし。あー、しまった。あー、合ってた合ってた。よっしゃ、あー、ちだった。まだ。くらえ、戦時ショット、うらーららららららら、ディアー、まぶしい、危ない危ない。くらえ、ただのシュートだ。そんなシュート、キャッチ、オッケー。あー、しまった。ノーマルショット、よっしゃ、もらった。ナイスキャッチ、また日浦くん取った。あー、しまった、しもた、またノーマルショットなんだ。そう、今日何度目だ。くらえ、戦時ショット。あ、もう80いくつあったの、もう75まで下がってるね、疲れて。くらえ、あぶねえ。あら、よっと、おら、よっと、
あ、ノーマルショット。くらえ、ただのシュートだ。ナイスキャッチ。ちょっと日浦君シュート力落ちてきたね。ミカサ君に任せよう。くらえ、お待たせ、ミカサのスーパーショット。 OK、 大ダメージ。くらえ、まだ俺には戦時ショットがある。戦時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 戦戦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 戦でやー、あらよっと。ただのショットだ。そんなショットキャッチしてやる。オッケー。あ、いた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 。今の作者が娘の話書いてるね。今ちょうどね、そうみたいですね。ミカサ君がいなきゃいけどね。あ、もう終わりだ。最後に断片にシュートさせようかと思ったけど、もう終わりだ。勝ったぜ。おめでとう、玉川賞は勝ちました。ダンペイ君はスタミナが2ポイント上がりました。玉川賞のメンバーは全員1ポイントずつ上がりました。オッケー。チンコはいかんね。チンコはちょっと、はい、あれです。それではまたセーブして終わりますかね。また来週、来週また街の探索からですかね。はい、セーブ。うん、セーブしました。うん、はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版炎の同級時ドッジ断片は毎週金曜日やってます。また来週、来週はあと2つかな、神器はね。来週でタバコも。はい、王でした。王でした。王でした。おやすみドッジボール。今日は断片の活躍はなかったけども、来週活躍あるかな。来週はあります。断子って読むんやで。タバコじゃない、断子だね、断子。断子、断子。はい、炎のオツです。あるかな。オツです。おやすみなさい。